シルクのベルベットベルベットの裁断の図解。二枚生地の間の糸を裁断する。ベルベットは、縦糸パイルの比較的毛足の長いパイル織物の一種。平織り、または、綾や織りの二枚の織物を縦糸によって、パイル糸と共に織り込み、それを二枚に切り分けて製造される。高密度に繊維が揃い繊維の末端周辺に、特有の肌触りを持つ。英語で、ベルベット。 ポルトガル語で、ビロード、フランス語で、ベロア、和名で、ビロードとも呼ばれる。13世紀に、イタリアのベルッティが編み出した生地で、ベルットと呼ばれた。柔らかで上品な手触りと深い光沢感が特徴で、フォーマルドレスやカーテンに用いられる。レイヨンや絹が一般的。縫いいずれしやすく、綺麗に縫製するには高度な技術が必要である。ベッチンと見た目では、 区別がつきづらく混同されやすい。どちらも製品としては見た目はよく似ているが、製法に違いがある。ベルベットが縦糸パイルの比較的毛足の長いパイル織物であるのに対し、ベッチンは比較的毛足の短いパイル織物である。日本にはポルトガルからもたらされ、16世紀の戦国武将の帽子や外塔にベルベット製のものがある。ポルトガル語のビリオードの日本語読みで、 ビロードと称された。また、和名はビロードで、天河は白鳥の意味である。伝来した当初は、絹製の白い生地を指していたため、ビロードは、特にシルク製のベルベットのことを言うこともある。生地としての利用のほか、レコード付きに利用された。特に、日本では、国会の椅子、皇室の馬車などはすべて、和歌山県橋本市で作られたシルク製のジャガードベルベットが用いられている。 これは、ベルベットのパイルがない部分に模様を織り出している、モンベルベットの一種で、金紙と銀紙を使っている場合特に、金貨山織りと称して区別する。ABCDEFGHI、ベルベットと、別鎮とは違うもの。一般財団法人、日鮮券品質評価センター。2019年12月31日閲覧。AB、今村ともよう、西海とよひこ。 青木光一、ベルベット織物を用いた、炭素電極研磨福井大学大学院、工学研究科2021年2月24日、閲覧。ありがとうございます。